はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？なんか梅雨になってきて、暑くなってきて、蒸し暑くなってきて、そして、こう、ちょっと冷えたり、暑くなったりすると体のこの調子を整えるって結構、大切な感じですよね。で、どうやって整えていいかわからないっていう人が圧倒的に多いわけですね。そしてね、今日はね、体の中の体内環境をいい状態にするために大切な解毒というか、農薬や薬をどうやって分解していくのかっていうね、そのことの話をしますね。世間では腸の中の腸内細菌が大切、ね、腸内環境が大切、それが脳を決める、動きを決めるっていろんなこと言うじゃないですか。いろんなこと言ってますけれども、結局じゃあどうすんのってことですよね。で、私はですね、もう何年前でしょうかね。7、8年、9年ぐらい前ですかね。UCLA ってアメリカの UCLA のですね、デイビス校という大学がありまして、そこはサンフランシスコのね、東北側1時間ぐらい行ったとこですかね。そこのデイビス校の教授で環境毒性学っていうのをやっている柴本先生っていう教授がいるんですよ。環境毒性学、農薬に関することですね。その先生が、実はここに来て講演をやってもらったことがあるんですよ。でね、その時にね、恐るべき、その農薬分解構想のその講演をやってくれたんです。で、すると、それよりちょっと前にですね、テレビですでにね、放映されてたんですけど、日本の100人のすごい人みたいな感じの中で、柴本先生は紹介されていました。で、その時にね、これですね、私が今飲んでるこの大麦の若葉の、このグリーンのエキスですね。で、この中にカルボキシレースっていう酵素がすごい入ってるんですよ。それが体の中のいろんな化学物質や農薬を見事に分解していくんですね。で、柴本先生がやった実験は、リンゴを切って、そのリンゴにですよ、農薬を、切ったところに農薬をね、垂らして、農薬を染み込ませるわけですよね。そのまま食べたら死んじゃいますよね。そういう状態にしたまんま、そのリンゴをですね、この中にズブって入れるわけですよ。入れて、そして3時間経ったらどうなったのかって言って調べると、農薬が 80% 消えてるんです。分解されたってんです。4時間でほぼ 99% 分解されるみたいなんですね。で、そういうね、カルボキシレースっていう酵素がこのグリーンには大麦の若葉にものすごい強いんですが、大麦の若葉だけなのかっていうと、そうじゃないんですよ。例えばね、植物には何でもその酵素があるんです。無農薬の玄米。本当にね、日本の中見渡してもね、オーガニックで無農薬でやってるところは少ないですね。今、若い人たちがね、盛んに自然農法に取り組んで、一生懸命頑張ってますよね。玄米でもね、いろんな玄米のやり方があるじゃないですか。いろいろ気にしながら、ちょっと農薬撒かないと虫に食われちゃう。って言って、何回か撒いた、田んぼ。その田んぼで採れた玄米が、収穫してからですよ。そして、玄米の状態になって、まだ精米、白米にする前ですよね。それを持ってきて、検査するとですね、農薬が検出されないってのなんですよ。すごいと思いません、皆さん。農薬検出されないんですよ。で、検出されないっていうことはどういうことかというと、数回農薬が撒いてるんですよ、田んぼに。ところが植物には、先ほどのカルボキシレースと同じように農薬を分解してしまう力があるわけです。で、数回田んぼに撒いたその農薬を分解されていて無農薬状態。ですから無農薬状態ですから無農薬の玄米として売り出すわけですよ。というようなね、ことが他の野菜でもあり得るわけです。で、ですから農薬はある程度、植物の力でもって、その分解されてますから、それは安全なんですよね。で、ところが、皆さんね、私たちが無農薬にこだわるのは、農薬だけじゃなくて、私たちは食品添加物、腐らないような防腐剤、それから化学調味料、それからちょっと風邪ひいて、ちょっと頭痛くて薬を飲むじゃないですか。そういうものが体の中で何が分解するのかってことなんですよ。これを分解してくれるものは何かって言ったら、無農薬の野菜なんですね。無農薬の野菜が自分の体の中のいろいろなものを分解してくれるわけです。ですから、この野菜調べたら、この玄米調べたら、農薬は入ってません、分解されてますっていうのはいいんですけど、私たちが食べる前にもうこの農薬を、この野菜が、この玄米が分解しちゃってるわけだから、分解する能力なくなっちゃってるじゃないですか。私たちの体に、その体の中にあるいろいろなものを分解する能力を高めたいわけですね。なので、無農薬にこだわるわけです。ですから、こういう大麦の若葉の青汁にしても、絶対に無農薬。そして加熱しない酵素ということが条件なんですね。どうぞ生野菜を、そしていい野菜だけじゃない、果物も、玄米もですよ。なるべくいいものを取りましょう。で、その野菜の中に、次回はミネラルの話しますね。ミネラルがないと、本当に隅々まで行って、キュッて掴んで吐き出すということができませんのでね。その次回はミネラルのことをお話しします。今日はカルボキシレースというこの農薬分解酵素のね、話をしました。皆さん、大いに役立ててください。またこれね、マグネシウムが多いから夏バテしないんですよ。元気に過ごしましょう。ありがとうございました。